ケピーキキの木、はいはいはい。あれ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 、ゆかり飲んでなくないウォーウォー。今日はこちら、99.9% は幸せの素人、こちら飲んでいきたいと思います。え、そうなの？人のためにお金を使う。おはようございます。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってきます。 52.6キロ、あら、情熱の朝を、よし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 、オートミール行くが、豆乳を投入と回り回ってさ、今重なり合った未来サバイバー。朝からさ、明治のチョコレート食べてさ、これパワハラだと思うんだよね。後ろの正面探してるけど、バナナ掴まれてやり直し。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、初手オートミールですね。エビと水菜の白湯スープです。今朝ですね、 99.9% は幸せの素人という本を読んだんですけども、もしかして幸せになりたいよって人います？人のためにお金を使ってください。自分のためにお金を使うよりも、人のためにお金を使う方が幸福になれることが分かっています。例えば募金や食事をおごったり、プレゼントをするなどです。ちなみに他人のために使ったお金は500円だろうが2000円だろうが、両方とも同じだけ幸福度が上がります。大金持ちが大金を寄付するのは、そうすることで自分が幸せになれるからです。なぜ他人にお金を使うと幸せになれるかというと、誰かにお金を使うことで自分には分け与えるほどの豊かさがあるのだと認識できるからです。ここだけの話なんですけど、コンビニでもらったお釣りを募金するだけで幸福度が上がるみたいです。いただけけべち、ゆっくりだよコロちゃん、絶対ゆっくりだよ。ダメだよ、いっちゃん。ダメだよ、これじゃ。ダメだよ、これじゃ。これじゃ。出し切ってますね。足上げちゃってますね。今日寒いね。Are you okay? Okay, okay. You can, clap, with me in the classroom. Okay.の地球人のようにクリリンのことか、クリリンのことか。はい、ということでガチャタイムのコーナーなんですけども、モンストのルーレット回していきたいと思います。まだ行く？あらー、オーブ100個ゲットです。で完了、星5以上 50% 確定ガチャ引いていきたいと思います。また星5出るでしょ。あらー、誰これ。はい、青く澄んだ瞳が暖かな日を灯す、カラフルな日々を知る、どうして歪んだ世の中で君はまっすぐ、どうして暗闇の中でも君は笑う、僕も笑う、ここはまだ君の笑う、いつも笑う。ただいまー、天神天神天神。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。宮城県の方にいただいたカツオ醤油ラーメンです。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あらー、なにこれ、上品な味わいで美味しいんです。
スープからカツオの旨味がひしひしと伝わってきますね。宮城県出身のタレントさんといえば狩野英孝さんが有名ですよね。フィフティエってこと？もしかしてフィフティエ知らないよって人います？ジェネギャジェネギャ、私がっつり世代ですよ。ほんとこの世はミステリアス、アスアスへとつながる、ガルガルガールは女の子。ということで宮城県さん、今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。そうですね、とりあえず、はい。じゃあすみません、ありがとうございました。失礼します。今日はこちらミスタードーナツさんのチョコファッション、一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、なにこれ、サクサクしてて美味しいんです。ここに霞の牛乳を注いで、オールドファッション系は牛乳につけて食べると美味しいんですよね。コロちゃん、今日も散歩しますよ。来てたよね。1、2、3、よいしょ、いくよ。切れた。むっ、いつ脱いだの、コロちゃん。ミーティング後なんだからゆっくりでお願いね。コロちゃん、コロちゃん。コロちゃんもミーティングに参加したかったってこと？はい、コロちゃん、今日もお疲れ様ね。コロちゃん、おいで。無視しないで。コロちゃん。コロちゃん、無視しないで、無視しないで、無視しないで。つらいよ。コロちゃん、新しいフリスビーで。ほら、取ってこい。コロちゃん。コロちゃん、渡そうね。コロちゃん。紫のディスク投げるとどうなるかな。コロちゃん、どっちかを渡さないと不倫になっちゃうよ、コロちゃん。はい、ということで今日の感想なんですけども、 YouTube チャンネル登録者数62,000人達成しました。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうのおさり。コロちゃん、コロおいで、コロ。ということで今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日はこちら、今日はエビと水菜のパイタンスープですね。ただいまー。天神天神天神じゃダメだよ。愛しさと切なさを兼ね備えてる。うわー、この世のすべての食材に感謝を込めない。絶対言っちゃダメよ、絶対言っちゃダメよ。これまだまだまだ、これ。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はサウナ帰りにセブンのチーズ芋餅食べたんですけど、とっても美味しかったですね。食べた方いますか？いたらコメントで教えてください。お父さんが今一番食べたいセブンのホットスナックは何ですか？お父さん、お父さんはセブンのコロッケ。